父はその人だった。母さん大丈夫？父さんもうすぐ帰ってくるから。その日、僕は母さんと父さん、両親が死んだのは10歳の時だ、一人になったのは11歳の時だ。僕は双子だった。僕の兄は雄一郎と言った。嵐の中を外に出なけりゃ死んだのは母さん一人で済んだのに。兄は言葉のきつい人だった。兄さん、水を汲んでくるね。あまりにも美しいので、いつものように暴言を吐いて天音様を追い返した。すごいね、僕たち剣士の子孫なんだって。しかも一番最初の呼吸っていうのを使うすごい人の子孫で。知ったことじゃない。